黙祷。米国や国連に足を運び、沖縄に米軍基地が集中している現状を国際社会に訴えるとともに、全国知事会を通じて日米地位協定の改定を国に求めるなど、基地負担の軽減にご尽力なさいました。我々沖縄県民は翁長雄志さんの遺志を引き継いで、ウヤファーフジを敬い、自然を愛し、他者の痛みに寄り添うチムブクルをもって、自立と共生の沖縄を作り上げ、生まれてくる子どもたち、明日を担う若者たちに平和で豊かな誇りある沖縄を託せるよう、一丸となって努力し続けることをお誓い申し上げ、式辞といたします。翁長前知事は文字通り、命がけで沖縄の発展のために尽くされてこられました。これまでのご功績に心から敬意を表する次第でございます。政府としても翁長前知事の沖縄にかける思いをしっかりと受け止め、沖縄の振興をさらに前に進めていくことをお誓いいたします。改めて衷心よりご冥福を祈るし、追悼の辞といたします。平成30年10月9日、内閣総理大臣安倍晋三、代読内閣官房長官菅義偉。沖縄の財産、大きな財産を一つ失ったっていうこと、残念ですけど。